皆様ごきげんよう、ソプラノの玉木ひみかです。今日和歌山はとてもいいお天気です。今私は、自分の家の、みかんの木の前で撮ってます。ちょうどあのみかんの花が咲いてるんですね。とってもいい香りがしてます。でミツバチなんかも飛んでて、この始末の、みかんの花の蜂蜜ってすっごい美味しいんですよ。ぜひ機会があったら食べてみてください。ということで、みかんの花咲く丘を歌いました。聞いてください。